こんにちは。今日はですね、福岡県のとあるキャンプ場に来ております。今日からですね、2泊3日でちょっとキャンプをしていこうと思ってるんですけど、コンディションはですね、雨なんですよ。で、台風がですね、明日明後日の夜来るような感じなんですよね。ちょっと来るかどうかもはっきりしないんですけど、まあ台風が来る前に帰ろうかなと思ってですね、ちょうど2泊3日の3日目の夜に来るので、まあちょっと雨で、予報ではですね風が7メートルだったんですけど、今もう 2-3 メートルで、なんかですね風はだいぶ収まってきつつあるんですよね。でも天気予報はもう、山の天気はもう全然天気予報当てにならないんで、まあなんとかキャンプ普通にできるんじゃないかと思ってやってきました。でここにちょっと設営しようかなと思いましてですね、まあ2日間温泉に入って、のんびりキャンプを楽しみたいなと思っています。で昨日からですね、何のテントを張ろうかずっとなんか悩んでてですね、とりあえずDD タープとソロドームにしてみようかなと思って、まだ今着いたばっかなんですけど、今からちょっと設営してやっていこうと思います。設営が完了しました。ですね、今日はですね、DD タープを張ってみました。どんな風にやろうか悩んだんですけど、こう斜めにこうパーッとね、こうなんていうんですか、三角にやろうとも思ったんですけど、もうなんていうの、 A フレームっていうんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど。そんな張り方にしてみました。で、後ろはですね、ちょっと小川張り風に、これ昔買った激安ハンモックのベルト、結構このベルトは良かったんですよね。そのベルトでちょっと引っ張ってですね、まだ張ってないんですけど、そこにワックのコットがあると思うんですけど、この後ろにソロドームを持ってこようかなと思ってます。なんで今日は、DD タープにソロドームっていう感じにしてみました。あとはですね、まあ DD タープの4つの角をロープで引いて、この真ん中のところですね、真ん中のところをちょっと広げようと思って、両端1本ずつ、これワンティグリスのポールかな、を入れてみました。設営はもうほんと、シンプルにこんな感じですね。椅子はですね、アグラチェアを入れて、雨なんで、フィールドラックを2台とクーラーボックスに、まあなんか、キャプテンスタックのアルミテーブルも出してみました。この2つと、骨あるやつですね。特に何も。やっぱ 4×4 なんでめちゃめちゃ広いですね。最初ムササビ張ろうかなとも思ったんですけど、ちょっと台風が近づいているんで風が急に強くなるかもしれないっていうのもあるんで、ちょっと広めに、まあかなりタープ下は広いスペースが取れますね。あと雨なんで、ここちょっと広場で近くに木々は一応あるんですけど、ポールに雷とかが落ちないかどうかがちょっと心配ではありますね。まあちょっとこれでとりあえずやっていこうと思います。ちょっとゆっくりしてからソロドーム張ろうかなと思ってます。そう、いいでしょう、これ。この、ちょっと DD タープの貼り方いいんじゃないかな。めっちゃ広いっすよ。さあ、飲みましょう。今日は、あのビールを見つけたんですよ、あのビールを。なんか普通に置いてありましたね。じゃあもう飲みますよ。おお。あ、そうなんですね。おぉ、ジャイアくん、はい、乾杯。はい、いただきます。乾杯。ああ、
うん、泡が全然出てないけど、うまい。もうこんな雨でもなんかニコニコしながらキャンプしに来るとかも多分キャンプ廃人やと思うんですよ。もう完全にもうこれ廃人ですよ、廃人。もう終わってるんですよ。普通こんな台風来る、2日後に台風来るのに、もうずっと雨なの分かってるのにニヤニヤしながらキャンプ来ないですもんね。そう。僕も2日3日前くらいからずっと何のテント張ろうかな、このタープを張ってこのテントと組み合わせてて、もうずっと考えてましたもん。さあ今日はですね、ちょっと試したいことがあったんですよ。この間使ってる途中に土砂降り食らって途中でやめちゃったかまどグリルなんですけど、これあら、お、収納袋もうちょっと大きくしてよ。そう、これをですね、え、これをちょっとですね、うわ、使ってやってみたいことがあるんですよ。で、これなしで、まだ一回だけ、昔僕山登りしてて、一回だけ使ったことあるんですけど、この外の、このなんかちっちゃいやつ、持ってるんですよ。これ、なんだったっけ？ちっちゃいほら、バーナーっていうのかな。これ、ちっちゃすぎるんですけどね。うん、で3年前ぐらいに買ったコールマンのガス、これ使ってどうなんだろうと思って、うわ、全然ダメやった。あ、全然ダメやった。オーバーもいいとこやん。沸いた。OD 缶がこんなにはみ出すとは。これちっちゃいサイズやったらいけるんでしょうね。はい、終了。ここに入るんじゃないかと思ったんですけど、オーバーしすぎっすね。ちっちゃいのでギリ入るぐらいですかね。ちっちゃいのでギリギリとかなんでしょうね。はい、ダメでした。使ってないキャンプ道具を使おうっていうのを最近やってるんですけど、これもしばらくまたお蔵入りしそうやな。さーて、使えんかったな。今日はですね、アルコールを買ってきてるんで、あ、そういえばこれも使ってないんですよ。これとかもやばいぐらい、買っただけで一回も使ってないっていうですね。何でしたっけこれ、エスビットのポケットストーブかな、全く使ってないんですよ。どうしようかなと思ってるんですけどね。さーて、今日もですね、ベルモントさんを持ってきましたよ。この間もこれを使っている最中に大雨が降ってですね、大変なことになりましたからね。ほんとなんかちょっと気温も上がってきましたね。よし、またこれでやっていこう。あれ？あ、ついた。ほんとなんか雨が上がってちょっと暑くなってきましたね。来たっぽい。おー、来た来た来ました、みぞチャンネルのみぞさんが。どうも、いらっしゃい。しっかり雨が止んでから来たね。あ、そう、今日は焼き鳥です。この間もそういえば焼き鳥したんですよ。焼き鳥やってる最中にもう鬼のような土砂降り来て、災害レベルの。あ、そういえばですね、今日来る途中でイノシシ見たんですよ。道路をですね、母イノシシと子供2匹と3頭で渡っててですね、とっさにやっぱイノシシ見たら一瞬やっぱちょっとビビっちゃいますね。うわってなって、まあ落ち着いてみたらちょっとうまそうだなと思ったんですけどね。びっくりしましたね。久しぶりイノシシ見たなと思って。
こ2200円やったよね。まあ、1人1000円とかめっちゃ、あ、ほんと？ 1100 円やった。あ、いいじゃないこれ。焼き鳥鉄板やこれ。あ、なんかコメントで教えてもらったんですけど、イマジ焼きかなんか焼き鳥、鉄板でやる焼き鳥屋さんってあるみたいですね。なんか、うん、なんか言ってましたよ。いやいや、四国かどっかって言ってましたね。いや、この DD ターボの張り方は本当雨でも最強かもしれんな。風もないですもんね。もっと風があるかと思ったけど。いや、あれだよ、ソロドーム。ソロドーム。うん。いただきまーす。ええ鳥や。こんな雨降って台風も来るのにさ、ニヤニヤしながらキャンプするとかもう廃人やろって言ったよ。キャンプ廃人。ああ、これうまいな。さあ、設営が完了しましたよ。飯食う ATM です。ソロドームをですねちょっと入れたんですけど、これ結構いいんじゃないかな。ちょっと横から見たら DD タープがちょっとキモいっていうか、キモ張りって感じですよね。ちょっと気色悪い感じっていうか、あんま見たことないような感じですけど、これ一応普通に、なんて言うんですか、二つ折りして真ん中のところに補助でポールを入れてるだけなんですけど、で、後ろはちょっと引っ張ってポールが邪魔になるんで、まあもっと短くていいと思うんですけど、引っ張ってると。で、ソロドームを入れてみました。まあフライはいらなかったかもしれないですけど、もう台風が近づいてるんでですね、風がどうなるか分かんないんで、一応。だからこんな感じっすよ、後ろから見たら。ね？なかなかいいんじゃないですか、これ。あんまりこういうの見たことないですけどね。ちょっと、ペグ打つ場所が多いですけどね。とにかく、これ 4×4 の DD なんで、ものすごいこう、広いですね、タープ下が。こう。かなり、ゆっくりできます。風がちょっとないから、どれくらい風が吹いたら、雨が入るのかちょっとわかりませんけどね。タープ下のスペースはかなり広いですね。まあ、張り方としては、順番をちょっと言うならば、僕はペグ先打ち派なんですよ。ペグ先打ち派。まずポールの倒して、その両サイドあたりに2本適当に打つんですよ。で、ロープを引っ掛けて、ポールを立てると。で、こっちの後ろから張っていくんですよね。このベルトを。で、仮止めみたいにして、で、反対側の前を引っ張りたい、屋根を引っ張りたいところまで引っ張って、まあ大体の位置を出すと。で、そこからポールを倒したところの両端にまた適当にパンパンとペグを打って、で、もう次はもう全部立ててしまうような感じですね。まあちょっと、何言ってるかよくわかんないかもしれないですけど、まあそんな感じで張りました。で、ここ本当綺麗な温泉があるんで、夜は、夜っていうかちょっと早く閉まるみたいなんで早めに、温泉に行こうかなと思っています。そういえばなんかちょっと
またちょっと面白いコメントもらったんや。めっちゃ過去僕がもらったコメントの中で一番短かったんですけど、まあ動画は何かっていうと、まあまたあれっすよ、迷惑キャンパー系動画になるんですけど、ヘタレって書いてありましたね。ヘタレって、うん、あの動画見て多分コメントくれたんでしょうけど、ヘタレって書いてありましたね。よし、今回もね2泊3日なんですよ。でまた白菜漬けを買ってきました。 20% オフの。なんかねキャンパーって結構割引シール好きっすよね。俺も大好きです。シェラーミで行こう、シェラーミで。腐ってはないけどなんかちょっと変な味するなこれ。うん、いやここね温泉が近くにあってめっちゃいいキャンプ場なんですけど、こうちょっと慰霊碑みたいなやつがあるんですよね。こう指さしちゃダメなんでしょうけど、これ何の慰霊碑かちょっと僕もよく存じ上げないんですけど、忠霊塔って書いてあるんで、多分何かで亡くなった方を多分ここでなんか供養というかそういう形を取って建てられた塔なのかなと思うんですけど、僕も来たことあるんですけど、これ夜中にここで一人でカンソロするのはやっぱちょっと怖いんですよ。やっぱさすがにね怖いですよ。なんか不気味な感じするんですよ、ね、ただこう今日は3人なんで、3人で来るとこうも楽しくなるもんかっていうですね、今日もソロキャンパー3人なんですけど、ね、これがやっぱこうなんていうのかな、ソロスタイルキャンプの良さですよね。これやっぱ夜暗くなったらあれやっぱあの辺怖いんですよ。ずっと石がこうあるからですね。さあ、さあさあさあ、今日はですね、そば焼酎雲海です。今日はそば焼酎を買ってみました。私密かにあのそば焼酎が好きなんですよ。そば焼酎ってめちゃくちゃ酔っ払いますよね。ちょっと温泉に行く前にですね、まあ温泉はあの酒飲んで入ったらダメとか言うんですけど、まあいいじゃないか。ほらねえ、このタープを打つ雨音が心地いいですよね。これがもし2月とかだったら心地いいなんて言ってられませんからね。凍えますよ本当に。この時期だからこそできることですよね。いやもうずっとねこれ今日からなんですけど、まあ多分ずっと雨でしょう、間違いなく。ちょっと薄めで。そば焼酎ってうまいっすよね。雲海のですね焼酎ハイボールを一杯飲んでから温泉に行こうと思います。勝手に行ってこいって、うん、まあ、そうですよね。そりゃそうですよね。人が温泉に行くの知ったこっちゃないですよね。なかなかいい温泉なんですよここ。福岡のキャンプ場の中でもうまあいい方なんじゃないですかねここは本当に。さあ雲海の焼酎ハイボールいただきます。あ、そばって感じですね。
今日はですね、この広場は僕ら以外には誰もいませんね。多分喋って誰かに迷惑になることはないでしょう。でちょっと調べたら、あの慰霊塔っていうんですかね、慰霊碑の塔は戦没者の方を祀られてるみたいですね。ありがとうございます。もうその先輩方のおかげで今の日本があるわけですから。で今日はですね、久しぶりに、多分半年ぶりぐらいの登場なんですけど、ピコグリル398を持ってきました。うん、398。なんでかっていうと、雨なんで、ちょっと片付けとかが簡単な焚き火台が良かったっていうのと、あと、ちょっと今日はほら、DD タープなんですよ、上が。で、あんま高さがないんで、タープが焦げないようにっていうことで、まあ相変わらずね、ピコグリルはここの収まりが悪いんですけど、まあでもこれ最初にこのピコグリル見た時はびっくりしましたけどね、なんちゅう軽い焚き火台なんだと。最初ほんと衝撃的でしたよね。まあもちろん値段にもびっくりしたんですけど、このペラペラの焚き火台が15,000円ぐらいだったかな、もうするのかと思ってちょっとびっくりしたんですよね、当時は。今はね、割とこれをね真似た焚き火台もいっぱい出てますけど、発売された当時はですね、結構衝撃的だったんですよ。そう、あ、やっぱ低いっすね、高さがね。多分 SR よりも低いと思うんで、まあ、ちょっとポロ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 外れるんですけどね、この4つの引っ掛けがですね。まあでもちょっと久しぶりに使ってみようかなと思って持ってきました。なので2泊3日ちょっとこれ使っていこうかなと思ってですね、まあ今日とかだから、今ですね、台風はですね、九州がここにあったら、まあ韓国あって、中国の今上海の海上にあるんですよ。でそれがそこに3日ぐらい台風が止まって、そこから日本列島にガーって来るみたいなんですよね。でそのガーって来るのが明後日の夜なんで、明後日の午前中には撤収して帰る予定なんですよ。だからまあ鼻先でこう入れ違いでみたいな感じなんですけど、まあ、ただ夜どうなるか分かんないし、進路が急に変わったりすることもあるからですね、まあ割と条件としてはあまりよろしくないキャンプではあるんですけど、もともとですね、風が 7,8 メートル最大吹くって感じだったんですけど、今もうほとんど1メートルぐらいしか風吹いてないですね。だから台風っていうのもあるんでしょうけど、コロ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 天気がやっぱ変わってますね。風も5メートルになったり 1,2 メートルになったり、だからどっかでバーって風が強くなることもあるかもしれないんですけど、まあ今日の装備ならなんとかなるんじゃないかなと思ってます。でやっぱ台風来る時にキャンプって割とこれから秋はあると思うんですけど、8メートルとか7メートルになったらもう大体やめた方がいいかもしれないですね。もちろん10メートルの風速とかはもう絶対やめた方がいいと思いますけど、まあ中止にするかね、欠航するかっていうのはまあ各個人のご判断でしょうし、まあキャンプ場がね、来いがまあ来てくれって言われたらキャンセル料とかも発生することもあると思うんでしょうけど、まあとにかく無理しない方がいいですよね。くれぐれもキャンプはいつでもできるんで、安全第一でやっていきましょう。あ、そうで、あとこういう雨キャンプの時って、僕はこのスノーピークから出ているダナーの長靴というのか、普通のシューズ、なんていうの、レインシューズっていうのかな、それをメインで今使ってるんですけど、これなかなかいいですよ。ここがゴムになってて、ちょっと最初硬いんですけど、ダナーのマークが入っててですね、まあ、通気性なんかはあんまないんですけど、雨の日の設営なんかっていうのはもう大活躍ですね。普通の長靴でもいいんでしょうけど、ちょっとこう足首が締まってるんで、ものすごい使いやすいんですよね。これもいつかな、先月買ったやつかな、結構お気に入りなんですけど、おすすめです。
まあ他にね、ワークマンとかいろんなところから出てるんでしょうけど、まあご自身が好きなやつで、こういう短い長靴ってなかなか使えますね。どうぞ。どうですか、キャンプ男のサイトは。ここ屋根が広いっしょ。そう、めっちゃ広いっすよね。めちゃめちゃ広いんすよ。ああ、やっぱ人が入ったらまたこう広いんすよ。やっぱこれ 4×4 買ってよかったなーって思って、いやほんと最初でかすぎるなと思ったけど、いろんなことやろうと思ったら 4×4 って結構使いやすいっすね。うん、この真横から見た時のこう縦長な感じがなんか素敵やもんね。はい、温泉にやってきました。この池の山キャンプ場の名物、池の山山荘の温泉ですね。この温泉が最高なんですよ。500円で入れるんですけどね。池の山山荘っていうキャンプ場来たらここの温泉だけは入らんといかんですね。じゃあ僕赤い方に入ってこようかなと思ってます。ここの温泉はマジでいいんですよ。めちゃめちゃいいんですよ。こっから見えるこの山の景色が最高なんですよ。まあちょっと誰もいないんですよね今日は。